すげえすげえすげえ、レッドソーダが武器になってる。わあ、 YouTuber とか動画にしたら喜びそうなサイズのやつや。こちらのゲーム知ってますか？スーパーリミン、リミミンミンミン。スーパーリミ、リミリミンミンミン。もう一回言っちゃった。このゲームね、なんか試行錯誤して、錯覚を、使って、なんかやるみたいな。ちょっとやってみるか、試しに。ちょっとね、ちょっとだけね。ほんとに。ほんのちょっとよ。はい、終わりまーす！さよなら！お。あなたは、巨大なジレンマを最小限に捉える傾向がありますか、または精細な問題を不必要にまで、大きく捉えてしまう方ですか。ピアーズ研究所は、らしいですね。あなたの夢を実現しますっていうテレビのコマーシャルや、はい、を見てた少年が僕がいるのね。あー、なるほど。ローディ、こっからここまで全然わかんない。何言ってんのか全然聞き取ってなかったです。ならそういうなんかね、自分の言葉で夢中でした。 SW、 お、動けるやん。お、こっからもうこの時点でちょっと面白くない？ここからこうやって流れてくるのかなと思いきやの、後ろから始まっていくチュートリアル、斬新だね。あ、なにこれ。あ、なんか契約書しちゃったよ、何も知らずに。大丈夫か、落とされるとか。え、てか、え、ベッドにいたのにどこ行ったのこれ。はい、お、チュートリアルのところから穴開いたわ。お、うわー、怖っ、すげえ。何ここ、研究所ついちゃったよ。お、ちっちゃいものがある。あ、手に取れるじゃん。あー、これ錯覚だけっていうのは僕の中で情報聞いて、でっか、何これ、でかすぎやろ。邪魔なんだけど、このチェス。おう、こんなんだね、バーンって置いたら勝てそうだよね。あー、なるほどね。え、これちっちゃくなる。はい、これを錯覚を使ってこう離すと遠近法で大きくなったりちっちゃくなったりできるわけか。あー、なるほどね。そういうゲームって聞いたから、まあ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 、言ってることは分かったわ。お、こっから利用規約に同意しました。おめでとうございます。最悪だよ。何も知らずにやっちまったよ。どうすりゃいいね。監視することができますと。このオリエンテーションでは、コントロールを維持できるインストラクティブ。これね、僕ね、漢字読めないから、まあ、読める人だけで読んでください。全然わかりません。何言ってんのかわかんなかったけど、まあ、とりあえずは、なんか動かせって言ってね、言ってることだな、そんな感じがします。ちっちゃくなったり、おお、すげえ、大きくなったり、こう下にこうやってやると、ちっちゃくできるんだ。はあ、すごいな。右クリック長押し。え、回転、あ、これで回転できると。大きくして。おお、なんかすごい。こっから、おお、めっちゃでかい！すげえ！こんな、お前、ねえ、こう、ベイビーとかに、これ誕生日プレゼントだよとかあげたら泣きそうだけどね。どんなアマゾンでもこんなの届かねえわ。やば！すげえ段ボールじゃん。あ、こっからジャンプで登れる。次のところどんどんサクッと進んでこう。あ、なんだこれ。ノーオブジェクトって。え、アイテムが持てないってこと？こっから、あ、なるほどね、こっちには行けないんだ。はい、え、じゃあこれどうすんの、こっから持っていくとか。あ、行けないんだ、そもそも。なんか魔法のカーテンだね。おー、深いなー。あ、行ける、絶対こういうことやろ。あー、無理だ。まあ分かってた、まあ分かってた。ここからこうやって、よいしょ。お、ちっちゃくてもいけるんだ、超順調すぎる。え、めっちゃひらめいてんだけど、自分の中のこの錯覚。さすが、もう現役東大生ではないけれど、現役東大生ぐらいの感じの頭を持っているコロン、見せますね。こうやってどんどんでかくしてくるんでしょ。はい、え、こっからジャンプで登れる、いいね。はい、おお、びっくりした、ええやんけ。え、自由に移動したり、周囲のオブジェクトを接触したり、ケアチームのどうのこうの言ってますね。私の声は、まあ、注意しろ。あー、分かった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 。説明読まない系男子だから、おー、ゲームの説明とか全く読まない。なんかね、イライラしてくる、気持ち悪くなってくるんだよな。二日酔いになります。これは、あ、こっちに持ってってスイッチ押すのか。おい、え、簡単すぎない？さすがに。チュートリアルも何者でもないよ、これ。あ、また、来た。右クリック長押し。で、回転。はい。段差になってるね。はい、そういうこと。これは、近くに、あ、大きく、はい、こっちに持ってっての、さらに、ここで、こうやって、
のばーす。でっけーチーズ、夢のようなチーズができた。やばいこれ、すげえな。チップとデール大喜び。あ、チップとデールってネズミだっけ、なんかいたよね。トムとジェリーだ。ジェリーの方だっけ、トムの。あー、いた、危ねえ。おいおい、バウンドしてるぞ。あー、もうトムとジェリー大喜びですねこれね。あ、トムジェリーね。はい、何これ、目覚まし時計だ。目覚める能力が失われます。これは夢であることはすでにお伝えしました。お目覚めにはなりません。これじゃあ夢の中なの、夢の中にこうやって操作されてるってことなのかな。はあ、普通の深いね。ちょ、わけわかんないけど深いね。はい、もうこの穴が見えた瞬間にわかったわこれ。こっからちっちゃくして、はい、どん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 ちっちゃくしてね、ここに入れちゃうんじゃないかなって思うんすよね。入るか、全然入んだよ。めっちゃちっちゃいサイコロみたいになった。はい、置いて次の場所に移動できると。やばいな、冴えてるぞ。頭はそんな良くないけど冴えてることが。あっちに行けるじゃん。行きたいよ。これ人間自体ちっちゃくなることでできないの。あ、これちょっと難しそう。隙間があって、まあ、とりあえずでも入れそうな形はしてるよね。こっから、これ落としたらさ、やばいかな。あっちには、ちょっと待って、何これ、投げたりできない。入って、頼む、入れてよ。ちょっと、わけわかめ、茎わかめですねこれは。わけ茎わかめ、わかめちゃんもパンツ見えちゃう。ねえ、何言ってるのかわかんねえ。自分でとりあえず中言えばいいかなと思ってただけだから。何これ、これ貫通しできないじゃん。あっち行けた。これできないよね、弾かれちゃうわ。これはさすがにむずいんじゃないの。レアリーって、ん、本当にって言ってる。オブジェクトいけなくねってギャルかな、オブジェクトそれ入んなくねみたいなこと言ってたよ。絶対はじかれるんだけど。ああ、ちょっとこれクレーム入れた方がいいんじゃないですかこれは。さすがにうざいよ。じゃあどうすんだ。あ、上開いてるよ。やべ、分かっちった、分かっちったのチップスター。これ分かっちったのチップスターだねこれね。ここ、頑張って、こう、いや行けよ、そこ行けや。お前イケアの家具やぞお前、そこ行け。オッケー、こう上貫通するんですよ。さすがチップスターのコロン、チップスターのコロンって言われてます。よろしくお願いします。あ、永遠と繋がってるの。これ行ったり来たりしてもね、同じ場所だ。さっきのところのアイテムだよね。あ、どうなってんだこれ。左に行けるな。左に行くと、マジかよ、これ進めんじゃねえか、ふざけんな。ここは次2つあるけど、あ、夢の中にいるのか、試験的な感じで受けられてるのか。ここ取れる、出口取れちゃった。やだ、やらしいわ、やらしいわ、やらしい、やだ、やらしいねこれね、やらしいわね。あ、これどうなってんのは。あ、しまった、まずい、出口がシャットダウンした。お、でもこっちは開くな。ここのところにポチッと貼るとか、貼れない、貼れねえわ。ここのボタンを押したら、はい、あ、いけるんだ。こっちがダメでっていうこと、なんだそれでもいけなくなっちゃったよ。今度は完全に積んだか、積んだおじさんだねこれね。これはまさに積んじゃったおじさんだね。はい、わかりました、わかっちゃったねこれね。ひらめいた、ひらめちゃったよ。はい、ひらまいちゃったよ。ひらまいちゃってなんだね。ひらま、ひらめの三枚焼き。ここで、はい、これをもっとでかいな、もっとでかくして、すっげえ、死ぬぞこれ、死ぬぞ、倒れるぞこれ、大丈夫か。こっちに倒れてくれないって意味がないんだよね。これさ、こうやってここのボタンを2つ押すことによって扉が開いてるんですよね、2つとも。そういうこと、まさしくヒラメの三枚おろし。皆さん本日の、勉強ね、ヒラメの三枚おろしね、覚えておいてくださいね。さあ成功です。トリートメントの時間だと。なるほど、髪を乾かそうって、美容室も大変だ。これなんか穴開いてるな。あ、ここから取り出せるじゃん。またチップとデールだ。チップとデールでもあったが、これ開いて、ここに開けるのかな。開いてもでも意味ないよねこの壁は。なんだろう、なんかいけんのかな。この隙間からいけるんだよな。隙間まだ他に取れるところない。覗いちゃうよっつって、覗いちゃって取っちゃうよこれ。イグジット、イグジット取れる。なんだこのイグジット、これ、ここに変えたら、え、そういうこと。この看板をね、あー、当てられないのか。お、すげえ、2分落とした。これ壊れるやろ。こっちだけ倒れた
後で怒られねえかなこれ、大丈夫弁償しろみたいな、そんな夢のシミュレーターはやってないみたいな全然言われそうだけど、秘密の中に入っちゃったよ、そういうことね。ちょっと頭使うな、板はまあでも何枚もあるんだから大丈夫か、あとがで運営が掃除してくれるわ、上手に食べました的な感じでね、上手に直しときましたって、言ってますね。あいやえやめて、知らん知らん、ギャッ、あれまた夢の中行ったこれ、あ出そうだねこれね、出そうだ、あチャイムとともに僕の鼻が出そう、出ないんかい、うるせえなアラーム、なんだもう3時アットモーニング、3時って何時これ、えアットモーニング3時って何時、え深夜の3時だよね、そんな時に目覚ましかけて何すんだよ、用事、新聞屋かな、新聞配るのこれもしかして、あでも確かにポストとか入れてそう、プライベートいかにも入りたい、そんな言われたら入りたいよ、おパソコンがあるね、あーなんか職員たちもいないじゃん、みんなどこにいるの、あソーダ買いてちょっと行こうぜ、レッドソーダめっちゃ出てきたんだけど大丈夫かこれごめんそんな飲まない、そんな飲まないけど、あ夢のこれめっちゃでかくなる缶コーヒーになりそう、おおすごい、すげえすげえすげえ、レッドソーダが武器になってる、わあ YouTuber とか動画にしたら喜びそうなサイズのやつや、いらないいらない全然いらん、次右進んでいくかどんどん、あ、ホテルに着いた。おー、ちょっと神秘的だね。いいですね。え、どんな世界なのこれは。わけわかんないんだけど。あ、EXIT。これ、うわっびっくりした。ぶん殴られたかと思った。飛び出てんの、そんな構造ある。すげえ、ミステリー、トリックアートや。なんやこれ。あ、いけるんだこっちに。すげえ絵の錯覚ってすごいですね。アハ体験。お、右に。え、結構スムーズじゃない？めっちゃ。わかったわ。またこれ大きな剣に使うよ、これ。どっか持てるものあるんじゃないんですか？持てるもの、持てるもの、椅子とか持てない。え、だってさ、あの奥とか行けそうな感じのセッティングだよね。これ、木の板とかないの？木の板。来た。来た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 ！はい。ちっちゃい入り口。もうこんな入り口か出口かわかんねえよ。あーこうやってね、はい、のそのそとこっちに行っての、こうやってこう大きくしていかなきゃいけないと、あーもうどんどんでかくなっちゃった、おいそういうつもりじゃない僕は、危ない死ぬ、こういうことよこういうこと、死ぬ死ぬ死ぬ危ないほら来た、見とけこらお前、運命の頭を覆す、あっやあやっちゃいけないやつ来た、あれなんか音が不気味、あえやめて、怒ってる、そんな怒んないでよ、ラジオがある、はい、ハロー、ハロー、あ、同じこと言っちゃったグレンピアス博士ですって、あなた特別さについて語ります、あなたがあまりに特別なのにどこにいらっしゃるのか分かりません、ですが心配ご無用ですって、修復を確かめています、え、何のこと言ってんの、はい、なんか迷ったらしい僕、夢の中から、は出てこれないとかそういうことなのかな、でも結構優雅な音楽流れてるからそのまま楽しもういいよ、これもうずっとアハ体験した、おサイコロになってる、えこれはいけたり、すげえ、ちょっと子供心はくすぐられる、こういうことか、絵を合わせて、はい、先に進んでいくのね、すごいなこれ、よいしょこっち進んでこう、オッケーオッケー、いい感じやん、でこれはこれなんだろう、次はなんかピザの破片があるけれども、何も手につかないな、こっちには行けたりしない、あここにあるじゃん、次のなんかサイコロ、ここ欠けてる部分がある、欠けてるから何かなんかやんなきゃいけないのかな、お花、お花があって、えやばくない、めっちゃ咲いてない、この目あーでここに合わせられる、いやるる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 、来た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 、そういうことなんすよね、やっぱりここでうまく合わさっての、あ持てる、よいしょ来た来た来た、サイコロで先に進んでいくと、すげー面白い、でもサイコロになってないんだけど、サイコロになってないんだけど、これよく見たら、わどうなってんだ、じゃ闇が深い闇が深いよね、欠陥住宅になっている、これ登れたり、うわ行けない、もうちょっとでかくないといけない、うわすげえこれマジかよ、ここでこっちにするのか、うわこれ頭使うな、こうやってこっちに行くのね、
すごいわこのゲーム。さすがよくわからん大学生がね組み立てただけはあるわこの言い方よ。もうちょっとあっただろ。さっきの持ってくのこれね、フィルターないしね、持ってきるやんけ。何やねん。でここからピアノの音がねだんだん自己主張激しくなって、僕はここにいるよと言わんばかりの感じで奏でてますね。ああでこれでさ、どうせ出口のこういう感じで、はあなるほど、ここの右の破片が欠けてるからこうやってこれをこうして、はい、こうやってつなげたりとかできないんだね。鼻が痒くなってきた。このゲームやったらめっちゃ鼻が痒くなってきたよ。これで、あ、これ取るのか。なんやねん。おー、いたいたいた。はい。フィルターが外れて、こっちに行けると。うわ、また、ところどころさ、サイコパスな、な映像が、てか場所につくね。まただよ、お前。グレーン。グリーンピースじゃん。グリーンピース博士。未だ不明です。少し前に進んでください。アップデートを受け取る方がよろしい？道に迷ってしまったと思い出すよりも、こいつ何言ってんのマジで。無駄に語って何もね、それ印象つかめていない。わかんねえわ。世界変わったな。さっきの優雅な BGM 出してよ。なんで？急に、うわ、びっくりした。ほう、これ、チェスになってる。このサイコロからかな。サイコロから取ってって、この、チェスをここで土台作って、なるほどね、わかりました。こっちに行くところがあって、ここで、はい、あのチェスを大きくして取るのか。わーすげー、超冴えるやんけコロン。今日やばいよコロンのサイド。おお、え、なにここ、外出た、空洞だ、工場ついちゃった。え、やめて、急に怖いの。なにここ、お、帰れる。でもこれは夢の中にいるんだよね、今ね、自分ね。あ、え、やば。またグリーンピースおじさん？ハローから絶対来るよ。ハローから絶対来るよ。ハローから。Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still 絶対今グリーンピース言ってたよね。こいつ今絶対今、グリーンピース言ってたよね。目覚めさせる引き金となります。うん、また様々な非常口の、はい、標識があり、これに従えばエレベーターできる。私は大丈夫なんですか？もちろんです。いや、私だよ。そう、私にもちろん。なんで自問自答してんだよお前グリーンピース。またホテル戻ったわ。あ、戻ろう。じゃあ帰ればいいのか。あ、ここまた違う。でもホテル行けない場所があるんで安心するな。ホテルってやっぱちょっといいな。フロントの感じするもんね。だってね、あ、レバーがある。フロントの話してたら何のレバー引いちゃったの。あ、ここにもレバーあるやん。はい、レバー引いて。は？お、何のレバーだ。あ、ここにもレバー。おい、レバーを探せになってるよ。急にレバー探しちゃうゲームになってる。あー、取れたー取れたー。なんだこれ、なんで電球。お、なんか取ったぞ。部品がある。ちょっと、ちっちゃ、あまりにもちっちゃすぎて何を取ったかわかんない。あ、グリーンピース、お前これラジオじゃねえかよ。なんやでおめえ、目覚めない。心理的に重要なものに接触の合わないように気をつけてください。え、何やってんのこれ。あ、やばいやばいやばい。はい、フォーエグザンポ、おー、フェイクザンポ、両親に会いに来たらできる限りお顔を殴りすぐに逃げてください。は、どういうこと。なんで両親会ったら殴んなきゃいけないんだよ僕の両親に。それはやばいだろ。お、どこでもドア的なやつでこれパズルにつくんじゃねえかこれ。こうやって、あ、え、このままこっちに行けんじゃん。そんなんならこうやって、はい、ここに行って、どこでもドア、どこでもドア、グリーンピースおじさん、どこでもドア、エレベーター行きますわっしょーい。ああ、いいホテル。お、階に上がれる。ボタンは押せないんだ。すげえ鈍い音だったぞ。あ、ローディング、はい、来た。ローディング中だよ、ローディング中だよ。また目覚ましなったよ。もう4時だ。今度は夢から覚めないんだよ僕は。覚ましてくれよ。どうやったら夢から覚めるんだ。まただ。ここ来た。はぁ、永遠とループしてるぞ。で、コーラだろ。そうだのあれ一緒じゃん。完全にこれ一緒じゃん。え、なにこれ。This is an automated message for all patients who attempt to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy. 次の段階にアクセスしたが、パラドックスに囚われてしまっている。あなたのご決定は、オリエンテーション失敗意味しており、悪影響を与える？誰が悪影響だよ。この障害はすぐ修正されます。え、不安でしかないんだけど。
なんで夢から覚めねんだ僕。最悪このままずっと眠ったばっかりやん。はい、皆様おはようございます。ですね、日をまたいでですね、寝起きのこの状態から始まっていくスーパーリミナル。おはようみんな。あー、いい目覚めだわ。起きた。3日後のね、経ちましたけれども、おはようございます。いい BGM からのこの目覚めですね。早速続きからやっていこう。でもあれか、編集でうまく後日みたいなポコン出してんのかな。どういう状況になってんのか僕は分かってないけれど、このハイテンションで言ったら僕の声死ぬね。ちょっとゆっくりやろう、ゆっくり。あれどこだここ。あ、分かんなくなっちゃった。3日後の朝やからな、4時になって、あれどこで終わったんだっけ。これ何回かやったよね、ここから。え、急にホラーになってる。あれこれホラーゲームだった。いや違うよね。何も音が鳴ってないのは非常に怖いですね。あ、そうだ、これそうだそうだ、だけにそうだってね。これこう連打したら、お、え、うわびっくりした。そんな怒らんでよ、僕だって寝起きだからさ。寝起きだからそんなどんどん鳴らさないでびっくりするよ。ねえ、さっきのオープニングの可愛らしい BGM であってほしい欲がすごい強いんだが、しかしここは、あ、こっち行った。なんだっけ。 This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnascult therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. お姉さん、あれグリーンピース落ちたんじゃなくなってるよ、これ。ああ、ファトラックスに囚われてしまう。ここだ、ここで私あれしたんだ。なんか終わって終了したよね。で、今日はそこの続きからやっていくと。なるほどね、すぐに修正されるで早く直してくれよ。なんか夢を見すぎて、結果これはなんか夢の世界らしいんだけど、夢を見すぎてしまってなんか現実にとらわれ、ね、バイっていう夢の世界のままに行っちゃったっていうやつでございますよ。リンゴだ、アップル。皆さん英語で、リンゴはアップルっていうでね、はい、英会話の練習にもなる。はい、リピートアフターメ、おー、ちょ、節約すんのやめてくんない。節約するのだけは、そういうのはね、僕らってね、みんながねいるからね。やっぱ今日っていうかあれだね、まだなってないな、まだそういう心の準備ができていない。お、青色の僕色のイメージカラーで、うわー、うそ、え、死ぬ。あ、どこここ何、あ、もう行けなくなっちゃった。これ行っていいやつだったのかな。あ、排水溝みたいなとこ、うわ怖っ。急にどうしたん、これ大丈夫。おお、下水道の中来ちゃったけど、うわー暗闇だ。あ、でもまだよかった。不吉な音ではない。平均的な大人は5色から3色から5色。お、負荷が起こり、あなたは非常口のプロトコントロールで方向転換されますって。え、夢を見すぎた結果爆発的精神負荷を起こしてください。なるほど、わかんねえ。何のなるほどだったんだよ。よいしょ、こっちに行って進んでいきましょうと。あ、でも全然まだ、おお、びっくりした。なんだ、取れるかと思ったら、おお、錯覚部屋やったな。これ安定の、ちょっとわかんなくなるよね、アハ体験だよな。あー、なんかね、寝起きでこんなことやってたら気持ち悪くなりそう。酔いなるわ、酔い。ま、何も酔ってないの。あー、すげえ。これサイコロ上に、いや持てないんだ。もうついに持てないサイコロ出てきちゃった。こっちは、あ、横に移動できる。はい、これをずっと奥までやって、ああ、いけるじゃん。このサイコロ意味ないのかな。いや全然意味ねえ、一番なんなら意味ねえや。これ何するの。まあいいや、こっちに行って、はい、進んでいきましょうか。この BGM をさ、聞くとさ、すごい朝食ブレックファー、いけないのこれ。いけるもん、あ、やばい、鼻水出る。鼻水じゃない、鼻くそは出ない。鼻くそは出ないけど、くしゃみが出る。くしゃみは出るけど、くしゃみが出ないよ。あれあれ、おわー、え、はい、大惨事を引き起こす可能性が高くなりますと。私には最適ではない。え、この夢をできるだけ早く脱出してください。おめえがやったんだろうが、この快適な空間ですって言って、いやいや、それは理不尽すぎでしょ。これどうすればいいんだ。うわー、クラッカークラッカー、これ並びにやったら上に上がれるんじゃねえか的なね、ラジバンダリ、よし。あー、いいラジバンダリだね、これはね。あー、
この BGM を聞くとあれですね、クラッカーが食べたくなるね。クラッカー、あのブレックファースト、あーモテるか普通に。なんであの試行錯誤してた時の時間、わあそれであのそうだろうな、まあまあまあ分かってた。ああいけるいけるいける、うん、ブレックファーストが食べたい。そうブレックファースト朝食ですね。あえー、何こっち行けるんだけど、でもあっち行ってみたいな欲があって、あここ入れねえじゃん、うん、フレンチトーストが食べたい。フレンチトースト多分ちょくちょく僕の朝食の話が、うん、ピアノ聞くとね、ちょこういうところコーヒー、コーヒーあんま飲まないですけど、あーよくしないだろ、怖っ、もうバグってるじゃん世界、夢の世界が。あ急に無言になるのやめて。無言にはなってない、僕が騒いでるからね。あエレベーターで、でこれさ自分の顔見えないの怖くね、毎回ちょっとふと思ったんだけれど、フィーリングラッキーっつってるよ。あーろー、びっくりした、うーやめやめてよ、飛び出してこれバグったんだけど、えは固まったぞ、なにこのローディング、あーびっくりした、5時、アットモーニング、もう朝じゃん。はい、もういいいい、どんだけ目覚ましかけてんだよ。ちょっとね鼻が詰まったからティッシュに、左の穴にティッシュ入れたわ、プライベート。おーなるほどね、あラジオがある、はい。Hello. ああ、グリーンピースおじさんや。ああ、Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? ああ、やばい、出るね。出ちゃ、すげえ出たことによって、僕の手にもちょっと。ちょっとついちゃったな、これ。これはみんな何も聞かされてるんだ。いやでもさ、わかる、ちょまったりしようぜ。朝のさ、そういうさ、寝起きとかってさ、ねえ、まあしょうがないじゃん。溜まってるものは溜まるからさ、一回全部出して、あの清らかな心でね、またね、ゲーム実況やった方がね、僕的にはいいと思うんですよね。最近は皆さんどうですか？あーり、あんま、変わんない？あ、あそよし、続きやってこう。この時間絶対意味なかった。え、なにここ、え急展開すぎ、怖っ、うわ、なに、え、やばい、無理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 、うわ、ちょっと待って待って待って、うわやばいってこれ、え、ホラーゲーム、ホラーゲームになってない、ちょっと違う、これ追っかけてくるとかじゃないよね、やめて、怖いんだけど。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。